はい、始まりました。はい、コエルの右前肢上げてねーのトレーニング、今回は最終章です。最終章です。最終パートです。はい、もうだいぶね、もう余裕で右手が上げれるようになって、当初の目的であった前肢の裏を見るっていうのもできるようになってきたんで、今回最後にします。おお、じゃあちょっとその様子を見ましょう。はい、そしたら緊張すんな、めっちゃお客さんいる。はい、お客さんもすごいいます。はい、じゃあ行きますよ。はい、よし、じゃあこれせーの、ほっ、えらーい、すごい上げてましたね。そう、ちゃんと見れるんです。ちょっと 見れましたね。せーの、ほい、いいよ、オッケー、見してくれるんですね、どうぞって。動画でも見えるんじゃない、すごい。右前肢を見せてほしいですね。なんでますけども、せーの、おい、いいよ、おお、おお、あ、お母さんが来た。お母さん、エルちゃんです。ミルクもね、もう一本ありますから。はい、いいよ、おお、見える見える、オッケーありがとう、超える、すごい、一本目完飲。はい、すごいぞ、超えるちゃん、うん、できるようになってますね。まあやってることは、ま、全部一緒なんですね。こっちが求めてる行動が出たら、よ、オッケー、うん、褒める、うん、それの繰り返しです。で、動物たちが分かりやすいように、うん、よ、オッケー、うん、ちょっとずつちょっとずつ進めていく。最初なんかもうこうでしたかね、オッケーですね、とかでしたかね、うん、あんなに上がるようになっちゃって、そう、オッケーとかやったけど、はい、もう最後はよっ、よいしょ、オッケーというふうに前肢を、右前肢の裏をちゃんと確認できるようになりました。逆も、うまいね、逆もできます。すごーい、いやー、コエルちゃんはもうすくすくと成長してますね。そうなんですよ、今度口開けるとかもやりたいね。うーん、怪我なし、えらいね。そう、健康チェックにこれすごい役に立ちますよね。うよ、もうバイバイとかさ、かっこいいジャンプとかも覚えなくていいんですよ、あんな。うん、そう、よっ、よいしょ、オッケー、上手。動物たちが健康で楽しく長生きできるように、それをモットーにトレーニングを進めていきます。うん、ということで、はい、コエルの右前肢上げるデーのトレーニング、これにて終了。よくできました。じゃあまた、あ、また新たな、ね、あのトレーニングの、あの課題に取り組んでいきます。その時になったらまたその位置から、まあ、僕がやるわけじゃない可能性もありますからね。はい、なのでまた皆さん見てください。はい、右前肢はこれにて終了です。はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ジャバード、ジャバード。